こんにちは、ガースーですというね、くだりで始まりましたけども、ANN のなんかインタビュー動画がありまして、私今拝見したんですけども、その GoTo トラベル事業に関して菅総理は考えてますかっていうふうにね、問いかけられたところ、いや、考えてませんらしいんですよ。いや、考えろっていうのにね。しかもね、未だに考えてないってことはかなり頭痛いですね。だって考えて考えて考えて、今結論が出てませんとか、検討中ですってのはまだしも、いや、考えてません。いや、一番考えないとダメでしょ。尾身会長っていうね、分科会の会長も、これはもうね、GoTo はやめるべきだっていうふうに言ってるわけですよ。で、これはね、個人の努力にもうお願いするレベルを超えたということで、もう、公がやらないとダメですよってことをね、もう、ついに尾身先生ですら言い始めたんですよ。尾身先生といえばね、政府に忖度して、菅さんの気に入るような発信しかずっとしてこなかったんですよ。で、安倍総理にしても、菅総理にしても、いや、専門家の意見によると、みたいな感じでね、まさに自分が判断せずに専門家がこう言ってるから、尾身先生がそう言ってるから仕方なく国民の皆様に負担をお願いしてるんですよって言い方してましたけども、最近の尾身先生はね、もうね、こんなんダメですよと、政府が主導して GoTo キャンペーンもやめる、もっともっと感染、防止対策にね、意欲を燃やしていかないとみたいなことずっと言ってるのに、今度はね、菅さん何が言ってるかというと、専門家の皆さんがとか言って、今さら言うんですけど、どの専門家なんですかとか、たまに引用するにしても、その尾身さんのね、ずいぶん前の発言を取ってきて、いや、これはね、GoTo なんとかは関係ないんです。人の接触は感染症とは関係ないんですってことを、ずいぶん昔のね、それこそ自分好みの発言を切り取りして話してるというところで、ちょっとこれおかしいなというところがありますよね。で、GoTo なんとかキャンペーンに、こう、使われた人がね、なんか4000万人だとかいるとか言われますけども、その中でたった感染者は200人しかいないんですとか言うわけですよ。だったら日本国民全員が GoTo キャンペーン使えば感染者増えなくて済むよって話なんですよね。それよりもステイホームとかね、3密の回避とか、なんか5つの子ですか、あんなことをやってるから感染者増えてるじゃないかってことなんで、もう完全に発信もちんぷんかんぷんで、で、一番いいアイデアは何かっていうと、あれですよね、西村経済担当大臣のいつでもマスクっていうね。皆さんね、高い給料をもらって仕事してるわけでしょ。で、出たアイデアがいつでもマスクって何なんですかと。で、アベノマスクはどうしてるんですかってことですよね。アベノマスクの、使われた予算、もう忘れてますけども、ほとんどの方がね、あのお金があったらどれだけの人が助かったかってことですよ。ということで、現在、医療事情ですか、医療状態かなり逼迫していて、これはね、内容細かいことは分かりませんけども、とにかく病院が、いろんな意味でね、経営難に陥っていたりとか、病床の確保に、本当に苦労していたりとかするわけですよ。ついに自衛隊にまで要請してるわけでしょ。で、自衛隊員も、その、自衛隊として割り振る仕事がありますから、無尽蔵にね、それは看護師団とか、できないですよ。要請に応じて派遣できないですよ。なんかね、その派遣会社の一員じゃないですからね、自衛隊もね。自衛隊っていう組織の中で役割を担って待機をしていたりとかするわけですよね、企業非常時に備えて。で、そこに持ってきて、吉村知事なんてのはね、ほんま情けないっていうかね、なんですか、自分がね、ちんたらとなんとか構想とかやってて、で、手当が遅れたわけですよ。で、予算削減をしまくってね、どん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 、大阪の予算削減の末に、この病床の確保っていうのはどんどん削られてきたわけでしょ。で、そこで、こういう有事の際に対応できないから自衛隊お願いしますというね。もう完全に吉村さんもね、イソジンばっかり打ってるわけじゃなくて、もうちょっと頭打っちゃってるのかなってところがありますよ。本当に大阪心配ですよ。これでね、大阪都構想じゃなくて、大阪市廃止案が通っていたら、今そっちの移行手続きもあって、もうそれこそね、大阪交代ですよ。崩壊、大阪はね。だから吉村さんと松井さんに早く辞めてもらって、維新の会もね、ちょっと早く解散した方がいいかなと思いますよね。維新の会ね、本当にね、橋本さんが出てた時、私もね、すごい期待をしていたっていうか、ワクワクしましたね。あれがしばらく経ってみて、どういった組織なのかってことが、橋本さんの考えてることが悪いというよりも、まあ、今の時代とか日本には合わないですね、あれはね。やっぱり、適宜運用してみないと見えないところがありますけども、しばらく運用してみて分かったのは、吉村さんと松井さんではダメだっていうことと、今の形の維新の会ではちょっとダメかなと。橋本さんが出てきた頃ぐらいじゃないですかね。橋本さんが直接運用していた頃の、維新の勢力っていうのは、何かするかもしれないって期待があったと思いますけどもね。まあでも改革が進んできたから、これ以上の改革が必要ないから、改革路線の維新の会は役目を終えたとも言えますんでね。もう全否定するものではないと思います。
さあ、その中でね、いろいろとお話しましたけども、定額給付金のことですよね。ずっと私が呼びかけていて、結局実現しなかった第2弾の特別定額給付金、国民全員に一律10万なり20万なり50万なりね、100万なり配っていきましょうっていう運動ですけども、これは今年中には残念ながらね、実現する見込みはなかったということでございます。ただですね、私たちが黙ってしまうと、それこそね、本当になくなりますよ。私は思います。私はね、相変わらずやめてません。簡単に諦めて、メールすることすらやめてしまえば、一体誰がね、特別定額給付金を要求するんだってことになっちゃいますよ。で、私は要求し続けますよ。国民全員に一律100万円、ね、給付、お願いしますと。うん。これだから年間で114兆、140兆ぐらいでしょ。140兆。それ全部出せと言いませんけども、まあ最初のね、1回目、13兆、15兆、このぐらいは出して、医療機関を支えていただいたりとかね、一人親世帯もすごく大事ですけども、今度は、自殺しそうなね、事業主、法人の社長なんてのはみんな自殺済んでるんですよ、今。店舗を閉めて、会社のやり取りはなくなってね。で、これは少なくとも、その曖昧な菅政権の発信の影響によるダメージですよ。これはやっぱり賠償してもらわないといけないと思いますよね。うん、で、本当にね、その、今流行ってる感染症が、ここまでするものなのかって言って、大いに疑問ですよね。そういったデータや、それから医師の証言もいっぱい出てきてますから、そちらの方もね、マスコミの方は公平に、まあ、論じていただきたいかなっていうのと、まあ、マスコミはね、すでに買収されていて、ニッチもサッチもいかないでしょうから、まあ、個人メディアね、こういった YouTube なり、それからブログなりね、Twitter なりで、私たちの生の声を、やっぱり広めていかないといけないんじゃないかなと思います。ということでね、第2弾、定額給付金、諦めてる方はもう諦めてください。私は一人になっても叫び続けます。バカの一つ覚えみたいに、いや、そんなことやっても無駄だよと言われながらもね、やっていきますよ。どんな大事業も一人ではできないんですよ。でもどんな大事業も一人から始まるんですよ。私はもともとこれをね、一人で始めました。一人からね。だから、じゃあ、久保さんがやるんなら、ついでに付き合うよっていう人はいなくなっても全然大丈夫です。私一人でもね、ずっとやりますからね、これね。で、一人になると実現はしないでしょう。でもそれは、もうみんなが選んだことなんてしょうがないです。もう無理だよと思って離脱する方は離脱されてください。私もね、頼んでまでやってもらうことはないと思います。私が要求していくのは、権力者に対してなんですよ。ね。弱ってる人がいるよと。声を上げられない人がいるよと。私は、自分で、給付金が欲しいから言ってるわけじゃないと。ただ、見過ごせない人がいるから、その人のために何とかしてくれないかってことは、これからもね、要求していきます。先日も、西田議員の方ね、自民党の西田新の方にも、メールを送らせていただきました。これはまあ、生活保護の件でですけどね。でも、改めてね、各、私が目をつけている、自民党、それから野党のね、議員さんの方には、直接メールなり面談なり、そして場合によっては自民党の事務所本部に行ってですね、本部ですよ、東京の本部に行って提言をしていこうかと思います。その際に多くの方から寄せられた YouTube のコメントが私の、ね、力になってくれます。まあ、ですんでね、コメントを一言でも残してくださった方、それも大きな力に私はなる。はい、これからもお付き合いいただければ幸いでございます。ただ無理はしないでくださいね。まあ、私が一人でやってる限りは、離脱した人がいてもね、私が発信してればまた合流する時もあるでしょう。ということで、私もね、再生数、チャンネル登録者数に全く影響を受けることなく、全くそういうところにね、もう何の考えもありません。チャンネル登録の解除が起きてもいいし、再生数がね、1になっても2になっても全然構いません。私は私の思うことをずっと YouTube に話し続けるだけです。皆さんはいかがでしょうか？それでは失礼します。